こんにちは、あるいはこんばんは、生誕ゆわんどうです。ということでね、今講習会で今日はレッドとおまけのアッキーとゴー君のアジャスト取ったんで、まあ俺にやらせろシリーズということで、はいどうぞんーぽんなってことで、恒例の俊也が俺の首やってみたシリーズということで、まあそれだとね、尺がちょっと、やっぱ尺がちょっと、尺がちょっとなんでね、俺の胸椎まともにならせないじゃないですか、みんな。僕はいけますよっていう人います？で、誰もちょっと、せめてさ、はーって来いよ、誰か。ついでに、まあ、ちょっと胸椎を鳴らすのも、抑えつつ、新人に教えたら、経験ないわけですよ。未経験で始めてんのに、抱え込みも膝打ちも全部いったんですよ。だから、あ、俺はちゃんとひょっとしたら教えてないのかもしれないと思って改めて鳴らされて教えようかなということで、ありがとうございます。ゴールデンウィーク明けの動画を撮っております。はい、じゃあちょっとやってみましょう。右だね。どうなんこれ、どうなんこれ、落ちてんの？落ちてる。これうんはって言っちゃうのが自分的にはすごいムカつくのよ。言われますもんね。そう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 。黙ってろやって俺が思う。気持ちわかります。肘が上がってなかった。あ、もう一回やってみて。鳴らされたいんだもん俺は。ちょっとね、やっぱね、こう密着してたなって感じました。これで、でこういう、こういうやつだよね。この、こういう。この、あっ、アキレス腱。この、こう、こういう、ふんって顎が。ここだ。これ痛いか、痛いか、痛いか、一番こう、でこれの圧を全部一体にして、全部一塊にしてゴンと抜く感じ。これは一体感持ってますか、ね、ちょっとだけこういう感じで。このこうみたいな、一回まずぐーっと引っ張ったテンションかけておいて、ゼロに戻して、でほら、ぐんぐんってなるじゃん、はい、波ができるじゃん。これがゼロじゃなくてマイナス1なわけ。1に対して放った時にマイナス1になるじゃん。マイナス1になり始めた瞬間に一気に2までいく感じ。この密着が抜けちゃうんだよ。あ、これゼロテンションじゃなくなっちゃうんだよ。ゼロテンでこれにこう連動してくっついてて、でそのままゴンって抜かれるからケツまで飛ぶんだよね、はい、はいはい、ということで失敗です。我こそは院長の背中を鳴らす自信がある財で、財って言わせるな。はい、お今日やる気すごいじゃん。優しいな、撫で方が。ほーら、行くな。ほーら、いいよ。ほーら、掴めた。ほーら、掴めたぞ。よしよしよし。ぬめぬめしてるんだよね、僕。膝打ちしてください。あんま教えることなくなっちゃう。
あ、じゃあね俺と同じぐらいの身長で、まあ、猫背といえば、あ、いた、タカピ、はぁ、つかってる、つかってる、よし、うるせえぞこの、振ってんのは何なんですか。いや、グラビティしてるんですねもしかしてなんですけど、タカヒロとの相性。あ、そうですねえ高弘さん、うん、ちょっと多分このあともしかして鳴らし直せばなっちゃうかもしれない、うん、何がかっていうと位置がみんなねやっぱちょっと上なんよ。で鳴らなくていたてめえってやりたかったんだけど、まあ、ちょっと膝打ちになっちゃったので、まあ、ちょっと悔しい気持ちでいっぱいなんですけども、まあ、それも込み込みでこれでこうやったわけね。でももっと下がった状態、うん、鳴った場所全然違うでしょ、うん、このしこれ今2回目の追い鳴らしだからあれだけど、うんうんうん、これが1回目だったらここから上まで行くからもう1回ちょっとテイクください。完全下ですもんね。そう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 。でこれが苦手な分なわけですよ。みんなちょっと下にこう、うん、ここら辺から行っちゃってここからかけるのってちょっと難しいわけよ、うんうんうん、あと身長差がめっちゃあったりするとだからがアスグラビティアタックを開発した。膝打ちも猫背なんですよ。ちょっと猫背って言ってください、うん、普通に。でそうすると鳴る場所ってここじゃん、うん、だからここに膝を当てたくなっちゃう。だから鳴んないのね。鳴らす場所圧迫してるから、ここよりこの下から鳴らすの。ここここら辺全然上の方ずらしましたけど、まあ、言うたらちょっとちゃんと鳴っちゃっててなりませんでした。なのでもう一回組んで鳴る位置からこうやってやらないで基本的にはこう鳴る下からクッと持ってくる。そうすると目から痛くない。これが上でやっちゃうとこうやってなんか下げられて開かれてつう痛みが発生しちゃうけど、うん、じゃあこれ踏まえてもう一回ちょっとやってもらっていいですか。この辺でいい。そうそうそう。あ、もう滑った。まあ失敗ですよね、うん、要はあの倒しすぎ、うん、誰か自信のあるもの。僕ですか。自信ない。自信はないです。誰か自信のあるものはおるか。ちょいっておしおし。財が苦手な。財が腰が痛いんですよね。やっぱ甘えましたね。でも大丈夫です、いけます。あ、どうで疲れたぞ。弱いよな。これですもんね。そう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 。よいしょ。もうちょっと下、もうちょっと下に胸。そう。これです。うん。あ、惜しかったけど、はい、じゃちょっとやっぱ滑っちゃったんですね。勢いが。はい。うん、これで勢いが入ると、ここに。で、圧もだからちょっと弱っちゃってね。はいはい。滑っちゃいました。これ以上どうやったら滑んないですか。ああ、いい質問ですね。あ、この肉体とかにやった方がいいかもね。はい、あ、そうしようさ。じゃあ、チェルシーはなし。あのね、やっぱアジャストっていうのは一番大事な概念というのは瞬間的に終わらせる、はい、このロックでね、結局これが届かない場合でもこの脇を締めてるかどうか、うん、でもっとお腹の力ね、もっとそうそうそう、うん、瞬発的に終わらせる、うん、1個の動作で全部、もう一回あの膝元1個の動作で全部終わらせると走る。その衝撃が緊張する前に終わる。えっと思ったら終わる。このえって思わせるのが大事で、みんなここでかけたくなっちゃう。だから足が長いと不利なの。うん、パンって終わるじゃん。破裂するように。なんで僕はみんな滑っちゃうんですか。だから脇のロックが甘いんだ。ちょっと組んでやってみる。逆に滑っちゃうんです。これに、はい、あ、滑っちゃうのか、はい、抱え込めないと滑っちゃうんです。あ、なるほど。でその時にここが肋骨の終わりに肘をこうやってピッとロックする。ここでこうやってロックする、う
で、もっとこう、今これアッキー硬いんです。ちょっとケツのこう力抜かせる。こうやって。あら、いいかな。あら、あら。音やば。やばいね。どこが一番熱っていうか、あれわかる？ここ。こっちですか。で、バンってこう自分の胸張る。アッキーロックしてるの？引くの？そう、ロックしてるのは抱えて、浮かして一気に圧を発す。でこれが1,2,3みたいなこう順番かこいちゃうともう逃げられちゃう。滑る前に終わらせる。滑る前にそうそう最後の圧をグリップを瞬間で発させる。でやっぱこうこういうとこもも当たってるじゃん。ここが緊張してるかどうかとかのこの揺らした時の境目なんだよね。でこうじっくり揺らしてしっかりとこの揺らす動き追随するかどうか。っていうのをちゃんと確認する。なんかちゃんと教えてもらった気がするようになる。俺も。なんか今思うと。そうかな。あんまりこれ考えないでも行くだろっていうの意識がちょっとあって。納得でしょ。あ、逆に。下からどう？下からっていうか上手にやってみる。手が回るんだから回そうなんです。もちろん。だからこう、これでね、肘を掴んじゃうと、ここだけがこうやって動いちゃう。で、これを、そうしないように、ここでしっかりロックをする。どうやってロックするんですか？ここだけこう動いちゃうのに、こういう感じで。しゅんちゃんが悪い。こう脇、肋骨を、ここで、ロック。お前はひどいやつだろ。そうそう。これで、こう、くくっとこう、いい感じ。ごめんね。ジェシーごめんね。許して。こんなもん。で、揺らした時に抵抗しない。ここが、ケツとかが固まんない。背中も固まんない。で、これで一気に、パンって破裂するように圧を発生させる。で、ぬめったでしょ、今。下難しいですね、下。下しかない。あーすっごい位置が違う、位置が違う、何が違う、いや多分ねインパクトなんだと思うよ。インパクトだよな多分な。瞬間で発生したのをキープしてるとそのままドロロってなってくんだよ。グググググじゃなくて発生したのキープ、そうそうそう、発生した圧と位置をキープしとくとダラララって伸びてくる。だから1個鳴ると2個目が緩むの理論ですよ。上がるまでは多分ねほぼ一緒だったと思う。ただ上がってからのインパクトの差は多分、うん、上がってからってどういうことですか。こうかけるよっていうもうかかるよっていうタイミングのインパクトの多分速さだと思うんですね。速さ、瞬発的な、うん、なんか難しいね。難しいね。何違うの？抱えて揺らす時点での圧ですかね。愛が足りないのか。多分ちょっと距離感が。あ、心の距離感が出ちゃってる。それは難しいね。そうですね。こういうですね。あ、よいだね。はい、捕まえた。危ない、捕まえた。昆虫のさ、カナブンの交尾みたいじゃない？カチカチして。カチカチ。どういうこと？え、いやでもほら、虫と虫です。いいから。すごい良さそう。じゃあちょっとやってみようか。これでなんないでしょ、もういくらなんだよね。なんかめっちゃ下がなんかもう鳴らすんだったらもう何かを折るしかないじゃん。皆さんありがとう。浮いたっすね。膝そうっすね。膝がだ思ってるより膝はちょっと下から始めるの、はい、ここに当てたいんですけど、ちょっとそうそうそう、そこからそこ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 でめくって、はい、めくった位置がここに、そう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 、でそれでちょっと上ずらして、
なりきっちゃったかも。あの、首抜いてるから。ああ、うん、抜くとね、なんなかったりする。ちょっとやりづらいんで逆に。あなるね、なるね。角度が違いましたね、今。え、何が？桜井さん、桜井さんみたいな顔してる。位置が上で、もうね、上でしたから。あの、その、角度が違ってて、うん、当てる位置は、ね、角度も同じなんだけど、この R に対して、もっとめくり上がった位置が当たったと思うんだよね。R に対して俺垂直取れてなかった。はいはいはい。逆に、まあ、下下言っちゃったから、すごい下下にかけたんだと思う。一番身長差あるけど、結局小さいままだ。ああ、そうか。そこ頑張りようがないってことだもん。そうです。でもだから差別反対言ってねえし。だから下からかけられるんだよ、背がちっちゃいと。うん、背がちっちゃかったら足が長いと。滑ろ。脇を締めん、自分の肘を内側に畳み込むような感じで。どうやってやるんですか。ね、これをこれと。うん、ヌメヌメヌメって動いてたじゃん。これがレッドみたいな動きよ、うん、一気にグンっていってない。俺自分で痛めてるでしょ。でもやっぱ持ち上げないと。これは分かんないな。いや、持ち上げなくても行くんだけど、うん、これは分かんない。こうだ。あ、手が回っても脇は締める。締める。こう脇はキュッと締める。脇が浮いちゃうと手の力になっちゃって、うん、体の力じゃなくなっちゃうんだよ。膝打ってもらっていいですか。はい。俺動画でも撮ったけど教えたことないって言われて、すごい尺に触ってるんだけど。どういうことなんだろう。10万回以上再生されてんだけど、お前らからの再生数はゼロってことか。直接。ああ、どうぞ。不服の塊みたいな顔する。優しい。だ、名越こんな感じなんだろう。もうちょっと胸板が下に欲しいよね。交尾だ。ちょっと待って。太ったよね。これね。なんこれ太ったじゃん。そこのタイミングで。うん、見えたからね。大丈夫これカットだから。今ちょっと、今ちょっとこれはね、身長差に合わせられなかったんですよ。インパクトがちょっと不安です、非常に。合わせ方があるんですよ。合わせ方、はい。こう明らかに身長差が自分とさ、だ女性だともちろんちっちゃい人の方が多いわけだから、はい、そうすると自分の座高とかこの位置関係からするともうここからかかっちゃったりするわけじゃん、はい、そうすると特にアースグラビティかけづらい、はい、でもその人たちのためにもあるわけだ。こうやってこういっちゃったでしょ、はい、そうじゃなくて、うん、持ってから落とすが施術なの、はい、落とした瞬間に胸板を張る。落とす時にも張るんですか。うん、安定させて圧を、急激な圧を逆に発生させない。振った瞬間に急激な圧を発生させる。アースグラビティ入れる瞬間にグッて、それがだから俺はこのアースグラビティを入れる瞬間の落とすのと圧がずれちゃったの。そう、持ち上げ切ってなまま、それが始まっちゃってるの。だそうすると相手がもう構えちゃうか滑っちゃうかな。だからインパクトが不満なの、さっきの。なるほどね。そう。で持ち上げ切ってからが、はい、アスグラビティの施術になるわけ。うん。うん。うん。今何違った？膝の位置が微妙に違いました、ね。上下どっち？アッキーさんが上だった。ああ、なるほど。それよ、それよ、それよ。だからまだ高いですね。が若干下でした、うん。ちょい下から、ま、なんか、うん、巻き込むような感じだよね。うん。まだ高かった。ちょい、多分。うん、もう一本下でもよかった。一本二本下ぐらいな感じでしたね。うん、なるほど。当たってた位置。てか、めちゃめちゃうまいね、俺。
そのやっぱ慎重さの、そのテクニック、そう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 、ああそれすげえ勉強になりました。このこのぐらいの差があるじゃん、162とか3だから、はい、このぐらいの差があると絶対に上からかけちゃうんだよ、はいはい、でもこう抱え込んだこの背中が下の方が明らかに張ってんなの時にあれ使った方がいいわけじゃん。だからもう持ち上げてせーのはいってこのバンって振るのに合わせてグッと張る、はい、全然そのタイミングは分かってなかったです。え、なんで？あ、またあれだ、これ教えるのが下手な人だ。自分が分かっちゃってるから自分が分かっちゃってるから人にはうまく伝えられないシリーズこれ。え、見て分かんなかったかっていう状態になってるんですよ。そうか、あんなもんもう俺だ、俺は習ってないのよ。だからちょい言ってますけどね。これは言ってますけど、ちょっと俺とか動画めっちゃ見てるからさ。見てないんで、だからそれは言ってますよ。そうそうそう、だからあのもう持ち上げて反らしてお尻浮かしてグッと下に思う、うん、落とすような感じ、はい、で引きつける。持つ位置が高いからこれもだから振ってんのにこれが入んないですよね。そう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 、やっぱこう胸椎のカーブが始まるところから当てないとインパクトが発生しづらいし、カーブがあるからあのこの大胸筋の反りと合わせられる、うん、でズレが出なくなる。振るだけだと思う、下にトンってやると、ああそれに対してやっぱツンってこう圧を発生させないとダメよって。それで鳴らしもしてます。そうそう、ああいいです。じゃあ待って、でこれ下にプンって振ってただけだと、ただ落っことしてるだけで、うん、手離したらバチンと落っこっちゃうよ。でそれをフッて振ったら落っことさないように止めなきゃいけないじゃん、うん、それが圧なんだよ、うん、ドンってこうグリッとグリッとナイスグリッとグリッとナイスグリッと Thank you。 いいですか？待ってんの？待ってます。言え、言ってよ。あ、横からじゃなくて、あ、うわめっちゃ鳴った。見た見た、ここですよね。いや鳴ったのは全然こっちなんだよ、うん、だ圧の発生した場所と鳴る場所は違う。 あれなんだろう、すっごい気持ちいいくなった。ちょっと首すいません。え、首すいません。足食ったからな。上行きます。上鳴りますもん。いいか、上鳴ってないに等しいから。これだともう勝手に下に圧入りますもんね、うんうん、あんまりならなかった。もう一個よし、まあそういうことで、まあ、これ立ったままの方がやりやすいはやりやすいんだけど、はい、立ってやると腰痛めんで、やる側が、はい、そう持ち上げるのに。で特にこの開いた、アッキーはなんか知らないけど元気だから開いても多分その力のかかる場所かもしれないけど、はい、これをね、立ってなきゃできないってなると腰を自分がやる側が痛めちゃう。まあやっぱ普通に座って抱え込みたいですよね。そうそうそう、院長もこれでやりたいですよ。やりたいって言うな。人が見てる。見てなきゃいいんだ。ということで、じゃまたこれあれですね、毎回あの首と一緒に今度これもまたシリーズ化です、ね、そうっす。そうすると週2本ポキポキ出るかもしれないぞ。ということでよろしいですか。じゃあ切ってください。あ、いや違うでしょ、これちゃんとメインだもんね。メインです。じゃあご視聴ありがとうございました。